れでも日本の総理が先に決まってすぐに小泉、まあ僕は小泉進次郎さんが総理になるってもう確定してると思ってるんですけど、うん、すぐ行くんでしょうね。これ本当タイミング的には日本の総理が先に決まって、ただまあ行くほど暇じゃないですね、すぐ総選挙があるんで。あ、でもだから僕も完全にあの進次郎陣営なんで。です。あ、堀さんなんか内閣官房参与とか打診されてないですか？いや、さすがにそんなのは内閣官房参与は無給ですし、なんかあった方が官邸には出入り自由なんで、なんかあの僕はなんか声かかるような気がしますけどね。まあ、とりあえず、うん、進次郎陣営ではあります、うん、もう。あ、で進次郎さんとあれ撮影とか決まってないですか？とりあえず応援メッセージは出します、うん、あの YouTube 解説してるようでまだ6000人ぐらいしか登録者数がないんで小泉進次郎さん意外に少ないなと思いながら、まあ、まだ多分解説したこと知らない人も多いんじゃないですかまあそうでしょうね。いや、ただその決選投票に行く前にその取る戦略みたいですよ。もう全然いけるでしょ。僕は関数を、うん、もう一発目で過半数決まっちゃうってことですよね、うん、仮に一発目で決まらなくても僕は2位はこうあの石破さんじゃないのかなと思ってるので。ああなるほど、うん、まあ、石破さんだったら勝てますね。もうもちろんもちろん石破さんだと勝てるし、ワンツーはそのまま小泉さん石破さんで、で小泉さんで決まる、うん、その可能性が 10% ぐらいで 90% ぐらいは僕はもう一発目で決まると思いますけどね、うん、だって選挙戦うこと考えたら絶対進次郎ですよね、うん。